皆さん、こんにちは、まさやんです。今回はコスパ最強Ryzen 7 5700G について、なぜこの CPU を選んだのかと、実際に使ってみてどうなのかをレビューしていきたいと思います。早速開封していますが、Ryzen の数字の後ろの G はグラフィック機能搭載という意味です。ウプ主のパソコンにはグラフィックボードを搭載していますが、近年の半導体不足で万が一グラフィックボードが壊れた時の保険として、あえてグラフィックを搭載した CPU を選んでいます。最近ではグラフィックボードの生産量も少なく、在庫切れが相次いで発生する事態となっており、ボード自体もとても高騰しています。また Ryzen の X シリーズなどと比較しても値段が安い傾向があり、この 5700G はポイント還元などを含めて2023年2月時点で2万5000円で購入できました。まずは CPU の乗せ替えのために、 CPU クーラーの4箇所のネジを外していきます。外す前に高負荷の処理などをして軽く CPU を温めておくと外しやすくなるそうです。 CPU クーラーのケーブルを抜きます。グリースで真っ白くなっているのが交換前の Ryzen 5 2400G です。硬くて外せない。固定アームをしっかり倒すことで簡単に外せるようになりました。CPU とマザーボードのマークの位置を合わせて軽く置くように取り付けます。割と強めに押して取り付けないとクーラーのバネが硬いのでネジに入りません。本当はマザーボードを取り外して行うのが正解ですが、めんどくさがりのウプ主は無理やりやっています。取り付けが完了したらケーブルをマザーボードにつなげます。ケーブルがファンに干渉しないように固定します。間違いがないことを確認してパソコンを起動します。はい、何やらエラーが出ました。 Y キーを押して新しい CPU 用に再度設定し直します。BIOS 上で交換した CPU が認識されています。私の場合 BIOS がリセットされてしまうとオーバークロックメモリを使用しているので再度設定が必要です。ブートの順番なども再度設定し直しました。最後に私がパソコンで行う最も重い処理であるレンダリング時間を以前使っていた CPU と比較してみます。処理している動画はおよそ6分半ぐらいの内容で、フルハイビジョン映像となります。
2400G ではレンダリング時間が11分58秒かかりました。一方 5700G では5分31秒となり、およそ半分の時間で処理が終わりました。 CPU は高いお金を出せば性能のいいものは数多くありますが、一シーズンぐらい過ぎると大幅な値下げがされるので、今だからこそこのような CPU を買うことを強くお勧めします。最後までご視聴ありがとうございました。